さあ今日はですね、以前ですね、エクソシズムをさせていただいた57件目の方の、エクソシズムをしてさせていただいて、で、まあ、その場で58件目という、まあ、ちょっとダブルで、一日制ダブルでっていうお二方っていうのをさせていただいたんですけれども、まあ、その最初の方ですね、57件目の方がですね、ご自身のですね、感想を、なんと文書にしていただきましてですね、まあ、送っていただいて、まあ、自分自身でも忘れないように、したいのと一緒で、したいということと、あと、まあ、今後、ブログに載せて、まあ、多くの、なんか気づきを与えれるのであればいいなということで、まあ、文書化をしたんですね。で、それを送っていただいて、それ見させていただいてですね、これをこういうのをちょっとしたいんですけれど、ということで、ちょっと読ませていただいて、まあ、本人がエクソシズムをされた、その感想というか、まあ、どういうふうに思った、どういうふうに感じたっていうエクソシズム中ですね、どういうふうに感じたとかというのをね、匿名に書かれておりますので、ちょっとね、電話というか連絡をして、ブログを載せる内容とは思うんですけれども、ぜひですね、僕の YouTube の方でご紹介させていただけないかということで、ちょっとね、お願いしたんですね。そしたら、快く、どうぞどうぞということで、使ってくださいということでね、じゃあ、お言葉に甘えて使わせていただきますということで、本当にね、本人の感想っていうのは本当に僕は今まで56件57件ね、今までさせていただいたんですけれども、記録は取ってるんですけども、こういうふうに YouTube を実際にこのエクソシズムの話とかっていう YouTube とか聖書の話っていうのを実際にアップし始めた本当最近なんですよね。最近なので、以前のものっていうのはそんなに感想をいただいても、なんかこう、文書化をしていただいたものもないし、なんかまあ感想のを聞くこともなかったんですよね、今まで。なるべく今はですね、YouTube にアップをして、いろんな方に気づいていただけるものとしてね、今後のエクソシズムの活動もやっていく中でね、ちゃんと皆さんに、誰かが何か困ってるかもしれない方にね、何か気づく、何かの、まあ、チャンネルになればいいかなと思って、まあ、いろんなその動画アップになり、こういった感想をいただいたらこれアップしてもいいですかということをね、お話をちょっとお願いして、で今回その感想をですねちょっと読み上げていきたいなと思いますね。はい、ぜひこの本人がどういうふうに感じたのかとか、エクソシズム中にね、もう何も変えずそのまま読み上げますので、ぜひ聞いていってください。まあ、ご本人からはですね、スピリチュアルからの脱出物語というタイトルで書いていてですね、まあ、そこから今回1になってるんですけれども、まあ、今後ブログでずっと2345多分こうずっと続いていくと思うので、まあ、今までどうやってスピリチュアルから、洗脳されてきたかとか、どういうふうにスピリチュアルにハマっていたかというようなお話も多分書いていくと思うんですね。で今回はいわゆるエクソシズムから洗礼までのね、出来事を体験しているので、まあ、そのことについて文章を書いていっております。はい、じゃあそのまま読み上げたいと思いますのでね、ぜひ聞いてみてください。はい、では行きたいと思います。はい、スピリチュアルからの脱出物語1、エクソシズムから洗礼。エクソシズムを受け3日が経過。経験を書き留めておこうと思う。恥を忍んでできるだけ忠実に、その時の心情や体験を書き記したつもり。世界的メンタリストのロミオ・ロドリゲス氏にエクソシズムについての相談をしてから、体の緊張と夜の寝心地の悪さが続く。数日後にエクソシズムの日程が決まり、日が近づくにつれて体の緊張感と喉の違和感が強くなり、夜中に汗をかいても何度も目が覚める、何も集中できない日々。この緊張感は何から来ていたのか、私には未だにはっきりとわからない。
実はこんな大変な相談をしてしまって、すごい方が神様のお仕事として来てくださるのに、これで悪魔も何もなく、ただの自分の心の弱さから来るしんどさだったらどうしようかと、そんなプレッシャーを感じていたから。エクソシズムの日までの間、少しでもロミオ氏の迷惑にならないようにと、 YouTube で学んだように、家の中にある偶像礼拝的なもの、お守り、神聖気化学アイテム、石、これを処分して、自己流でこれまでの悪魔たちとの契約の破棄をお祈りし、少しだけ聖書を、読んで過ごした。そしてエクソシズム当日を迎えた。朝早くから目が覚め、緊張で体が震える、なんだか体がだるく、やる気が出ない、目元も重い。ロミオ氏にお願いする日を心から待ちわびていたのに、なぜだか足が重く、どこかしぶしぶと待ち合わせ場所へ向かい、ロミオ氏と助手の方と合流し、エクソシズムの場所へ向かう。かっこ、ロミオ氏と会った瞬間、涙がこみ上げた。かっこですね。挨拶や質疑応答などの軽い会話をし、早速エクソシズム開始。簡易ベッドに横になり、エクソシズム、いわゆる悪魔払いが始まった。ロミオ氏の手が私のお腹の上に置かれ、お祈りが始まる。目を閉じる。ロミオ氏の手が熱いくらいに温かく感じ、最初はずっしりした圧を感じながらも気持ちが良いような状態。お祈りは続く。手の置かれているところが少し重いくらいで、特に何か大きな変化は認識できない。ただはっきりした自分の意識があるが、ロミオ氏の言葉は別のところから聞こえてくるような感じがしてくる。意識が分離していく。ふと突然祈りの言葉が止まり、ロミオ氏が鏡込むのが分かり、もう片方の手を私の頭に乗せた。頭にものすごい圧を感じる。頭が膨れてくる感じがする。頭痛がする。頭が破裂しそうな圧がかかる。胸が腫れてくる感じがする。背中の後ろがどんどん膨れてくる感じがする。苦しい。自分の意識ははっきりある。喉が苦しくなってきた。なぜ？咳込みたい。でもこれは何？寝転んでいるからなのか？悪魔と関係ある？どうしよう。咳込んでもいいの？なんだかとても恥ずかしい。軽く咳込んだ。止まらない。ケホケホという空咳が続く。煙のようなものがお腹の下から上昇してきて、口のあたりから胸のあたりから出ていくイメージが浮かび始める。複数本の煙が上がってくる。首や口のあたりで出てくる前に、蛇のような口を開けて、お互いに複数本の煙同士が絡み合う。苦しい、嫌だ、なんで、やめて、嫌だと幼稚な言葉が煙と一緒に脳裏を過ぎていく。咳は止まらない。いつ止まる？これは止めるもの？頭の中が圧で破裂しそうだ。煙のようなものの間からは、無数の長いウジ虫のような白い紐のような、そのようなものが体中から抜けていく、逃げていくイメージがずっと続いている。本当に無数の。お腹がひくひくと波を打つのがわかる。咳が止まらない。喉が締め付けられる。頭の上の手を振り払いたい。叫びたい。わめきたい。怒鳴りたい。かっこ、もう一人の冷静な自分がそれを止めている。かっこですね。はい。逃げ出すウジ虫のイメージと絡み合う煙のイメージ。悲しみの感情と嫌だ嫌だという言葉が頭の中で通り過ぎていく。これはいつまで続く？ロミオ氏のお祈りの言葉と悪霊の罵声、私への励ましはしっかりした意識下で聞こえている。祈りの最後の方にイエス・キリストの恵みと御心の言葉をかけてくださった時に、温かく包み込まれる光を感じた。頭の上の方だった。
目の奥が熱くなった。少しずつ咳が収まってくる。ふーっと大きなため息が出た。エクソシズムが終わり、ロミオ氏の手が肩に置かれた時、体が一回りも二回りも小さくなってしまった感覚がして、お腹の中が空っぽだった。家具も何もない空き家の感覚が広がった。目を開けると涙が出ていた。喉元が軽い。呼吸が入る。小さな少女になってしまったような感覚を覚えた。ロミオ氏に向かって目が合わせられない。気まずさで照れる。どこまでも人間臭い自分の感情に苦笑い。洗礼を受けますか？受けます。早く早く急ぎたい。浴室へ行き、湯を張った浴槽を前にして、浴槽に足を入れる瞬間、少し躊躇するのを感じる。湯に体を浸し、ロミオ氏の手が頭に置かれる。洗礼の前のお祈りが始まる。喜びの気持ちと、もう堪忍してという言葉が交差する。頭から湯に入り、顔を上げた瞬間、あっと心でつぶやき光を感じ、目の前が明るく開けた。呼吸が肺の奥まで入った。笑顔のロミオ氏を見上げ、ただ嬉しかった。浴槽から出て着替えて、時間が経つほどに体が軽くなる感覚になる。肩と肩甲骨の間あたりを掴まれて上に引き上げられている感じ。羽でも生えたの？嬉しくてなんだか軽くて、ロミオ氏がお帰りになるまでおしゃべりが止まらない私。今思うと歯穴に入りたい。これからはこの空き家の体を守るのが私の責任。持ち主はイエス様。今恐怖とは違う恐れを感じている。私はエクソシズムを受け、洗礼を受けた。エクソシズムを受けた次の日にはニューエイジ系のスピリチュアル書籍を売りに行く。あんなにもったいないと思っていたのに、何ともなくなった面白さ。随分捨てたけど、50冊以上を処分した。買取金額を見て、今スピリチュアルブームであることを改めて知る。これはやばい。かっこ。私の行動に夫が静かに驚いているのを肌で感じる。笑い。今日で3日が経った。主張不明な不安も喉の苦しさもない。体のだるさもない。自分を痛めつけるほどの過食もしない。いろんな物事が冷静に観察できるようになってきている。今はこれまでの人生や今の仕事に対する対応や消化に葛藤しているが、神様に委ねるチャレンジである気がしている。それにしても無事無視レベルにこんなにやられていた自分にがっかり。ただただこれまでの人生と自分の弱さや甘えが恥ずかしい。これまでの人生で悲劇のヒロインを演じてしまった自分が恥ずかしい。迷惑をかけた人たちの前から消え去りたいと思う気持ちが止めどなく押し寄せる。だけれどもそんな私に神様は今回ロミオ氏と出会わせてくださった。そして魂を選択してくださった。人生180度方向転換してごらん。神様に委ねてごらんと言われているよう。続くということで、次回は悪魔払いの相談をするに至ったこれまでの背景を書きたい。今の日本には同じ経験や同じ心の状態の人が5万といると思う。ニューエイジスピリチュアルの怖さ、現世の利益主義教育の怖さ、日本の冷戦の低さ、普遍主義の弊害、それらを書いていきたい。少しでも多くの人が本当の神様とつながって導かれますように。私も神様に祈り続ける。私自身生まれたてのほやほやで心もとないのだから。はい、という文章をですね、いただきましてね、もう本当に読みながら僕も本当嬉しくなってですね、神様がしっかりとね僕を使って、このね依頼者の方と出会わせてくれてね、エクソシズムっていうことができるようになった。そして私もね、神様の力を使ってエクソシズムをすることによって、一人でもね多くの方に、今までの、ね、このスピリチュアルっていう悪霊をね追い払って、その洗礼ですね、洗礼を授けることができたという、本当にね嬉しいっていうか、心の底から嬉しいっていう思いしかないですね。一人でも救われ
救われていくというこの思いというのは本当に何にも変え難い喜び、というふうに感じております。はい、という感じでございますね。まあ、今回はなんかこういう文章をいただいたらね、なんかもったいないなと思ってぜひいろんな方にね、実際にエクソシズムを受けた方がどんな感じになって、どんな感じのものを感じて、その後洗礼を受けた後とかどうなったかということについてね、お話がね、ちゃんとした当の本人からね、依頼者本人からの許可をもらってね、こういうふうにちょっと公開の方させていただきました。はい、またねこれを聞いて、見てね、また参考になればいいかなと思います。はい、本当にね、スピリチュアルこうハマり出すとね、もうどんどんループにはまっていきますし、でスピリチュアルはまったからって、その本当大したあれじゃないんですよね、その霊的なものって本当に正直、本当にね、本人もね言ってるように、本当ウジ虫レベルね、本当に神様を信じてイエスとつながればですね、イエスを信じて自分を救い主としてつながって、しっかりやればクリスチャンというのは、本当の神様と、ね、構築をしたクリスチャンというのは、僕のように悪魔払いもできるし、まあ、悪魔追い出し、悪霊の追い出しもできるしね、そのいわゆる皆さんがスピリチュアルでよくやるヒーリングというのは本当のヒーリングですよ。本当のいわゆる癒し、神様の力による癒しというのをしっかりとね、それができるようになりますからね、皆さんね。だから私が特別ではなく、神様がちゃんと力を与えてくれます。でもそれはちゃんと神様と直接につながって、神様っていうのは唯一の神様ですよ。もういろんな神様が、スピリチュアル界ではいろんな神様が言いますけれども、唯一創造主である神様で、イエス様の、お父さんね、でイエス・キリストを自分の救い主として、しっかりと信じて確信して、神様と個人的な関係を築けば皆さんにもできるようになります。ただお金にはしないでください、ビジネスには。だからビジネスをする、例えばエクソシズムでビジネスをする、ヒーリングでビジネスするっていうのは、もうこれ自体がもう偽物です。これは正直申し上げます、偽物です。はい、偽物なんだけれども効きますよ。ヒーリングしても効くし、悪魔払いもできますよ、偽物でも。なぜかというと、これは悪霊の力だからです。悪霊の、力だけであって神の力ではない。本当の神の力じゃないものに癒されたりとか悪魔払いされたり、皆さんどう思いますか？その後何が待ってるんでしょう。これね、悪霊は長たがいはしないってイエス様は言ってるんですけど、長たがいはしないんですよ。つまりね、あるカテゴリーの悪霊に取り憑かれている人を違う悪霊が力を貸して、ここ、悪霊払いをしているように思わせてるだけです。そしてこっちのカテゴリーに入ってるだけだから、下のカテゴリーをね、この悪霊のカテゴリーの中で、ね、行ったり来たりしてるだけです。調子が悪くなって、なんかね、悪霊払いをしてほしいってどっかに頼むでしょ、お金を出して、まあね、なんか体が軽くなった、良くなった、やっぱりここはいいんだって言って、ほんでまた違う、いわゆる違う悪霊の宗教のところに入ってね、やるだけなんで、もう一生幸せになれないです。もうずっと、だからいわゆる何ですか、救急車に乗って病院とたらい回しと一緒ですよね。全く一緒、たらい回し、ずっとたらい回し、最後の最後まで本物を気づかないということになりますので、まあ、スピリチュアルで、例えばヒーリングとかお金を取ってる方っていうのは、まあ、生活をしていくためにやってる方っていうのはたくさんいると思いますし、もうそれはもうご本人のね、自由意志なので、僕は何も言わないですけれども、基本的にそういうふうにね、本当の神様を信じてイエスを信じると癒しもできるし、人を癒すこともできるし、悪霊の追い出しも普通にできます。私が特別ではなく普通に皆さんができるようになります。ただそれでお金を取ると、違うものが入ってきます。違うものが入ってきますからね。だから私はお金取らないんです。はい、ということで、ぜひですね、また今回のね、このことが参考になれればいいかなと思ってアップの方させていただきました。はい、ではまた、お会いしましょう。また動画で、また YouTube チャンネルでまたお願いします。ありがとうございます。